ネーフィネフタリペレスは、ドミニカ共和国、サントドミンゴ州、ビラメラ出身の元プロ野球選手、ウトリョーダ。故郷、ドミニカ共和国で歌手として活動するルビーペレスは、実刑。1992年11月9日に、コロラドロッキーズと契約し、プロ入り。1996年8月31日のセントルイスカージナルス戦で、メジャーデビューを果たす。 ウォルト・ワイスが移籍した1998年から遊撃手のレギュラーを獲得し、この年は全162試合に出場した。2000年にも全162試合に出場し、ゴールドグラブ賞を初受賞した。2001年7月25日にジャーメインダイとのトレードでカンザスシテロイヤルズへ移籍。2002年11月25日にウェーバーで サンフランシスコジャイアンツへ移籍。12月21日に一旦 FA となるが31日にジャイアンツと再契約を結ぶ。2004年8月17日に解雇され FA となる。2004年8月19日にシカゴカブスへ移籍。2005年11月8日に2年契約を結ぶ。2006年8月20日に クリス・ロビンソンとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍。2007年は薬物規定違反により7月と8月に2度出場停止処分を受けた。この年がメジャーでプレーした最後のシーズンとなった。本職は遊撃手で他に二類種、三類種としてのプレー経験がある。少年時代には母国ドミニカ共和国のバスケットボールの代表選手に選ばれている。 ありがとうございます。